本州で鉄印帳に一箇所だけ欠けている鉄印がありました。それは京吾と丹後鉄道です。鉄印がいただけるのは天橋立駅だそうです。天橋立といえば皆さんご存知の観光名所です。ですが自分は一回も訪れたことがありません。この鉄印のという企画の優れたポイントとして、そこへ行って列車に乗らないと鉄印をもらえないということがあると私は思います。自分も収集欲と達成欲にまみれて京都丹後鉄道を目指しました。首都圏から京都を目指す場合に経路はいくつか考えられると思います。土日を使うことを考えると1泊2日、時間としては十分あります。旅行を考えると、時間をお金で買うという側面も必要な場合があります。でも今回は時間が切迫しているわけではない。そうなると、かかる金額は抑えたい、そういうことを考えていました。旅行の楽しみの一つに、自分なりに旅程を組むことがあると思います。時刻表を見ながらあれこれ考えるのは立派な旅行の楽しみだと思います。東海道新幹線で京都往復で京都宿泊パックの旅行かと思いました。探してみると JR 東海ツアーズさんの新幹線ダイレクトパックが良さそうです。東海道新幹線はビジネス客が多いので安く往復する方法はたくさんあるかと思います。でも私は基本的に面倒くさがり屋です。京都往復の新幹線の正規料金から考えると、宿代がかからない程度に経費は安くなりそうです。今回は思い立ったら吉日なので、早割みたいなものは使えません。JR 東海と JR 東海ツアーズはグループ会社だろうと思います。私はウェブで JR 東海ツアーズの決済は終わらせています。そして京都での時間を最大化したいので、早い時間の望みを選びました。なんと新幹線の切符は JR 東海の新幹線指定席券売機で発券できるのです。発券機の選択項目の最初の選択肢の中に JR 東海ツアーズなんて項目があります。こんなところに、恐るべしグループ会社。JR 東海ツアーズからは新幹線の切符を発券する QR コードなどを入手していました。そしてこの QR コードを発券機に読み取らせるだけです。なんと便利な。私は新幹線が鉄道としてあまり好きではないので、普段は利用しません。その意味では完全に時代に取り残されています。世の中はこんな便利になっていたのです。と感銘を受けていましたが、こんなことは当たり前なんでしょう。新幹線の乗り換え時間が少し不安でしたが、あっさりと簡単でした。東京駅までは自分のスイカで移動したのですが、このままではスイカの出張処理がされません。それも困るので、東京駅で1回在来線の改札を出ました。後で気づくのですが、こんなことをする必要はありませんでした。素人が考えそうなことにはしっかり対処ができるようになっています。そして新幹線に乗り込みました。指定席です。貧乏根性の抜けない自分にはちょっと贅沢に感じます。やはり自由席が特別だと思う感覚にはなれません。実際には東北新幹線などは全席指定なので、自由席というものはないし、立っていくにも便を指定した立ち席券なんてものが必要です。ああ、時代の流れにやっぱりついていっていません。のぞみ号は当たり前に京都駅に着きます。京都駅も初めてでした。京都駅では水風が入線してきました。予想していなかったので画面はそれなりです。ここから天橋立を目指しますが、これもお得な切符が発売されています。もう一つの京都周遊パス、海の京都エリアというものです。これに JR 線の行き帰りの特急券をセットにすれば、なんとこの切符が200円。これは使わない手はありません。ですが購入条件はもちろんあります。自分は京都駅の日本旅行で当日この切符を買いました。旅行の目的にもよりますが、今回の旅行は京都丹後鉄道の鉄印をもらうこと、
が目的ですから、どうせ京都駅から天の橋立駅までは移動しなければなりません。今ウェブを見るともうこの切符は買えないようです。5000枚限定、売り切れ次第販売終了だったので絶妙のタイミングだったんでしょうね。よかったです。京都から福知山まで移動、そして天の橋立へ。帰りは天の橋立から西舞鶴を経由して京都に戻る経路を選びました。利用した車両は京都丹後鉄道の丹後の海。全く先入観なく選んだ列車でしたが、これが未踏過色が満載でした。 JR 九州の車両で未踏過デザインの車両はそれなりに知っています。列車には厳しい安全基準もあるので、デザインという表現にはいろいろと制約がつきます。でも乗ってみればわかるってある意味すごいことだと思います。 JR 九州の未踏過デザインの列車たちで最近乗車したのは7つ星と36+3です。すでに YouTube に上げてありますが、これらは客車と電車です。京都丹後鉄道の丹後の海では未踏過テイストとディーゼルエンジン、そしてレールの音を楽しむことができます。鉄道が好きな人にはこの意味は分かってもらえると思います。乗っているだけで至福の時が流れます。ご乗車ありがとうございます。特急丹後鉄道3号阿弥陀行きです。次は宮津です。この列車宮津から列車の進行方向変わり、2号車自由席を先頭に対応いたします。座席の向きを改善する際は周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。また座席下のペダルを踏んでいただきますと座席を改善することができます。また車内で出ましたご不要なものなどは席に備え付けております。ゴミ箱に席に出しますよう車内以下にご協力をお願いいたします。宮津でおりのお客様、今日は丹後鉄道特急丹後リレー3号をご利用いただきましてありがとうございました。お降りの際は車内にお忘れ物などなさいませんようお手回り品をよくお確かめの上お降りください。宮津から引き続きご乗車のお客様、13時25分の発車まで6分ほどお待ちください。宮津からは宮津線に入り、川の橋立、与謝の京丹後海、ミニ山終点の海での順に止まります。また降り口に段差がございます。降りの際はお足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく宮津です。出口は左側です。Attention please.We will soon be making a brief stop at Miyazu. Passengers transferring to BMI line, please change trains at here. Thank you very much for using this train. Train 進行方向が変わるというのも鉄道に乗っている感が高まって大好きです。沿線はちょうど桜も見頃でした。海の京都エリアと切符に名付けられているように海も見えています。自分には京都と海というイメージはあまりありませんでした。でも考えてみれば舞鶴があります。舞鶴は佐世保と似たイメージがあります。佐世保といえば米軍基地もあります。自分が小さい頃、米空母のカール・ビンソンでしたかね、が佐世保に入港した時にボートで寄って空母の船体に触った思い出があります。多分今はそんなことはさせてもらえないでしょう。
特急タンポニー編3号、網戸、キーです。宮津から列車の進行方向を通り、前より2号車自由席、後ろ1号車指定席で利用しております。座席の向きを改善する際は、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。また、座席下のペダルを向いていただきますと、座席を改善することができます。ご乗車ありがとうございます。特急タンポニー編3号、網戸、次は天の柱手、天の柱手です。それではしばらく丹後の海から見える景色、床下から聞こえるディーゼルエンジンの音、それとレールの音をお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。